はい、どうも、大悟です。というわけでですね、今日は仕事でこれにこだわる人、もういつになっても出世しませんよ、というですね、そんな、心理学をご紹介したいというふうに思います。本日のワインはですね、みんな大好き、スクリーミングイーグル、カリフォルニアワイン飲みながらやっていきたいと思います。乾杯。ハイジーバレッジさんというね、女性が、あの、作ったことで有名なあのワインなんですけど、カリフォルニアで、ね、一番高いワインになったっていうですね、そういうワインですね。なみこたん、かわいいね。はい。じゃあですね、やっていきたいと思うんですけど、にゃんこが来たんで、ちょっとワインここに置くと危ないんで、はい。降りるの？はい。で、今回の研究はですね、ニューヨーク、の研究です。ニューヨーク大学などが行った研究で、2018年のものになりますね。はい。これ何をしたかっていうとですね、子供たちを集めて行われた実験なんですけれども、これ結構面白くて、子供を対象にしてるんだけど、大人でも実は当てはまるんですよ。二つのパターンにですね、子供たちを分けるんですね。で、この二つのグループに分けて、片方のグループには自己カテゴライズ、もう片方のグループには非カテゴライズっていうものにあたる文章を読ませるんですよ。で、これどういうことっていうふうに思う方いると思うんですけど、これ簡単で、自己カテゴライズっていうのは、いわゆる肩書きです。相手に肩書きを与える、文章です。例えば、相手の役割をですね、言葉にして表現する。まあ、じゃあ誰かが困っている時に、あなたはヘルパーになってあげると。そういうあなたは役割ですよっていう風に、まあ、肩書き、役割を与えたグループ。これが自己カテゴライズグループ。で、もう片方が非カテゴライズグループです。はい。例えば、その人に対して、あなたはこういう役割ですよってことを言わないで、まあ、誰かが困ってる時にあなたは人を助けることもできる人間ですみたいな風に、自分をカテゴライズしないような、文章を読ませたというグループに分けるんですね。で、その後行動が変わらなかったってことを調べた、わけなんですよ。実際にこうね、こう他人を助けなくちゃいけない、あの場面っていうのにですね、をですね、想像させたりとか遭遇させたりとかして、どれぐらいですね、その、自分がね、行動を取るのか、いわゆるその他人を助ける行動を取るのか、みたいなことを調べた、そんな研究なんですよ。で、結果何が分かったかっていうと、肩書きを与えたグループ、あなたはヘルパーですよって肩書きを与えたグループは、肩書きを与えなかったグループに比べて、人を助けなかったんですよ。これ不思議ですよね。普通はさ、肩書きをもらったら、自分はその役割なんだ、頑張ろうっていうふうに思いそうなもんなんですが、実際やってみたところ、その肩書きをもらわなかったグループ、でも別に自分は人を助けることもできるし、こんなこともできるしっていうふうに、枠にはめられなかったグループの方が、実際様々な状況で人を助けたと、いうことが分かったわけなんですよね。はい。これどういうことかっていうと、結局ね、研究チームが言うには、自己カテゴライズ、自分の肩書きを作ってそれにこだわっちゃうと、それだけやってりゃいいって思っちゃうんですよ。つまり、成長マインドセットって言うんですけど、じゃあ他人を助けることができる人って、それ以外にも人の役に立つとか、で、あとは困ってる人がいたらその人を助けてあげるだけじゃなくて、困ってなくても一緒に協力して成長していくとか、いろんなこうね、できることがあるんですよ。ところが、変にカテゴライズしてしまって、自分はこういう役割ですよってことを与えてしまうと、それ以上やらなくなっちゃうんですよ。それ以外やらなくなっちゃうんですよ。だから、実はこれ大人でも同じことが言えて、自分はこの仕事をしてるから、この業界だから、こういうね、部署だからっていう風に、肩書きを与えてしまうと、そこから成長しないんですよ。で、これはもちろん会社の中での役割だけやってりゃいいんだったらいいんだけど、皆さんはずっと会社にいるわけじゃないですよね。成長したりとか副業やったりとか新しいことをいろいろやらなくちゃいけないのに、自分はこういう職業なんだ、こういう人間なんだってことをカテゴライズした瞬間にそれ以外のことをやんなくなっちゃって成長が止まるぞっていうですね、そういう怖い研究なんですよね。だから僕自体もね、一応メンタリスト大吾って名前でやってますけども、うもはやメンタリストでもなんでもないですからね。なんかやっぱり数年ごとに自分の肩書きを捨てて、新しいことができる人、あるいは何かの仕事をするんだけれども肩書きにとらわれずに自分は自分でも今やってることはこれとこれとこれかな、他にこんなこともやりたいなっていう風に自分を肩書きにはめ込まない方が成長できるんじゃないのってことを示した、そんな面白い研究なんですね。だからぜひ皆さんもですね、やっぱり肩書き欲しいっていう人いると思うんですけど、肩書きは自分の一部ですから、自分がやってることのごくごく一部であって、まあみんなが呼びやすくするために肩書きあってもいいんだけど、その肩書き一個にこだわらないというのがすごく大事なんで、ぜひですね、肩書きを超えていくと、いうことをですね、苦戦してあげるといいんじゃないかなという、そんな研究でした。で、実際に資格とか取るとやっぱり肩書き人間で縛られます。やっぱりそういう資格を取ると、いや、この資格を自分は取ったから自分はこのプロフェッショナルだって言いたくなるんですよ。ところがね、皆さん知ってました？お金持ちになればなるほど肩書きにこだわらなくなるし、資格の取得者が少なくなるんですよ。もちろん弁護士資格とか、ね、お医者さんのね、医療医師免許とか、ああいう風に資格がないと仕事ができない仕事とかに就く場合は取らないといけないんですけど、でも富裕層になればなるほど所有している
資格が減っていくんですよ。なぜかというと、資格を取らなくても彼らはチャレンジをするし、資格に縛られないでいろんな可能性に目を向けるから、だからお金持ちになってるんですよね。っていう風に、結構ね、ミリオネア、いわゆる金も、お金持ちの人たちの、まあ、習慣とか考え方を調べると、お金持ちにね、まあ、なりたいと思っていなくても人生のいろんなところで役に立ちます。で、そんなミリオネアがですね、実はミリオネアの 89% に共通する行動パターンっていうのが見つかったりとかしてまして、ミリオネアの17の習慣という動画、Dラボとかではですね、解説してますので、ぜひ概要欄の方からですね、合わせてチェックしてみてください。だいぶ人生観も変わると思いますし、仕事もやりやすくなると思うんで、で、もしかしたらうまくいけばミリオネアになれるかもしれないんで、ぜひ試してみてください。まあ、そんな感じで結構ね、僕が作ったの、知識のネットフリックスを目指して作った Dラボってサービスがあるんですけど、ほんとネットフリックスみたいに様々な、ね、心理学を使って、科学を使って人生を良くするための動画が見放題のサービスになってます。ぜひこちらね、番組の概要欄の方から登録できますので、合わせてチェックしてみてください。それでは続き、Dラボの方でお会いしましょう。バイバーイ。概要欄からどうぞ。